香港チャンネル。プレジデントオンラインの記事なんですが、はい、あのジャーナリストの相上さんが、うん、夫婦別姓についてちょっと語ってたんですが、うん、夫婦別姓は中国や韓国でも認められている。このままでは日本は世界から取り残されてしまうというような論調を、うん、あ、そう、はい、取り残されてしまうの。中国と韓国のはまた違うからな。考え方が、うん、人権の問題ではなくて、うん、なんやったら男の家に、うん、男性の家に入れるか入られへんかって、うん、だから別姓なんでしょ。男の名字を語ったらあかんって、韓国は、はいはいはい、だからあれやん、あの男性すごい、うん、あの優位な、あ、まあ、あ、儒教もあるけどね、はいはい、お父さんの前ではタバコ吸うたらあかんとかね、目上の人にはとか、うん、いろいろあるやん。その国々で、価値観があることであって、うん、で、あの中国もそうなんですけど、地位でしょそれはね、うん、って、うん、で、でも日本っていうのはそのあの何制度的に、うん、その名字を語ってたら、あそこのすぐ分かるやん。まあそうですね。うん、代々やっていうのが、はいはいはい、それでええんちゃうかなとか思うし、うん、ほんでその、相上さんは、うん、夫婦別姓にしてんのかいな。ほんまですね。うん、それやまず、うんうん、まあ、生まれた時からね、うん、名字があって、はい、で、兄弟みんなその名字やから、はい、あ、家族っていう、はい、うん、族やん、うん、なあ、そういうの価値観が日本人にはあんねんから、それはそれでええんちゃうの、うん、それをさも、夫婦別姓って言うてんのは、うん、あ、遅れてる、うん、なんか、中国、うん、韓国も遅れてるけど、うん、日本はもっと遅れてる、世界のね潮流から取り残されるみたいな、ね、うんうん、って言うてるみたいなんやけども、いや、そもそもそのあの俺の周りで夫婦別姓を言うてるやつおらんぞ。言ってないですね。で、その相上さんもどこでリサーチ取ったんかって、うん、でそれはその人らは帰化したあの在日の方々かも分かれへんし、うん、とか、はい、うん、そういう方々でも、でもあの名字家にやったらつけへんかったらええやんっていう話やん、うん、そうやろ。過去にその統治してた時かって、日本名を使ってもええし使わんでもええって、うん、その当時はあれでしょ韓国ね、うん、日本名を使った方が商売が、うん、やりやすかったからとかいうのもあったんで、うん、でましてや、ね、家族にその旦那さんの姓にってね、うん、家に入るっていうことやから、うん、だからあの男性の名前を使ったらあかんって言うんではない、そっちの方が厳しいんちゃうの、うんうん、そっちの方が平等でもないわ。それ言うた方がええんちゃうの。もうそうですね。だあと韓国とかはそのもし別姓になった場合、うん、子供は、父方の姓を名乗るっていう法律はあるらしい、うん、そうなるとでもじゃあ嫁だけ別あ、ね、家族じゃなくなるみたいなイメージ。いや、それあれやろ、日本の憲法やったら、うん、あの人権、はい、無視してるやんって、はい、女性蔑視やんってなるやん、はい、だからそれそういうことを細かく言えへんやん、はい、だからね、こっち側は離婚したらまだも名前も変わるし、はいはい、で、高井さんも言うてるやん、あのあれもできるっていうね、うん、その旧姓も使えるって、はいはい、職場でっていうね、はい、とこちゃうの、うんうん、そういうのでええんちゃうの、うん、何があかんのって、ね、うん、だからあのだからあの子供はどっちの名前使うねんっていう話になるやん。それで揉めますからね。ほんだら男性の名字を使うねんって言うたら、うん、あの女性の人権問題の方々、うん、はい、こういう時は言うやろな。男女平等や。彭帥さんのことは言えへん。言えへんけど、うん、ジェノサイドのことは言えへん、はい、うん、そうそうそう、うん、と思いますけども、うん、何らかそんなには声を上げないけども、こういうのには、うん、男性の名字を子供は継ぐっていうのになったら、うん、ほんだら田中と鈴木さん、男性田中、お母さん鈴木さんね、うん、
で子供が生まれました。ほんな田中さん、田中さんばっかりな。で今度女の子の田中さんは今度吉岡さんと結婚したら、はい、あの子供は全部吉岡さんなんやろ。はい、うん、何それ。俺はあの、うん、日本のね、韓国は韓国、中国は中国でええがな、うん。いやほんまそうですよね。うんうん、だから日本は日本でって思うところでございますけど、うんうん、夫婦別姓っていうか、あの選択制とか言うてるけども、うん、あの同性の方がもう古いかも分からへんけど、うん、あの何家に入るとかね、はい、もうやっぱ家族感というかね、そうそうそう、ファミリー感というか、そうそう、入って、うん、あの なんでしょう、うんうん、嫁に行くとか、またこれもあれでしょ、今なんかあのうるさいんでしょ、女性が入るとか嫁ぐとか、うん、ほんであの何嫁とか言うなって、あ嫁さんとかじゃない、はいはい、妻って言えとか、まあ、確かにね、うん、もう関白宣言の歌流せないじゃないですか、じゃあもうね、うん、そんなもんな、あんなあの個人個人の感覚やっちゅうねんって、うん、だからね、女性が強いとか、うん、男性が強いとかっていうのは各家庭であるやん、うん、今でもな、そんな決めんでも、うん、だからもうあんなことを言うてんのはもうなんか嫌やねん、申し訳ないけど、あの呼び方、はいはいはい、うん、ほんでもあれやろ、小学生でもクラスではもう名字だけやろ、 あだ名あかんとかな、あなんか前からなんかくん付けとかくんあかん、ちゃん付けあかん、何々さんやろ、うん、ほんまにずっと何やねんそれって、ね、うん、何も生まれてけへんで、あの申し訳ないけど、そのまあその中でもまた文学とかそういうのも生まれるかも分からへんけどな、ほらもうほんまにつまらんほんまつまらん、うん、もうしゃあからどうせでも同性でいいやん、ね、別姓したい人は別姓したらええがな、うん、でその時に子供、あれ別れたら全部なんかやんのがあって、あ書き換えのとかね、うん、一生に一回やないかい別れがあってええやんけって、だ、うん、からそれぐらい結婚って重いなっていうような、はいはい、認識、いや俺らは、うん、そうですね、うんうん、だからあのそれが嫌やねんやろ、もう一生に一回そういうことすんのも嫌やねん、まあまあね、一日もあかかれへんような気もしますけどね、手続き、いやだからもうなんか女の、元あれか、アナウンサーの、はい、お女子アナの人か、はいはい、あこんなんも言うたらあかんのか、女子アナ、女性のアナウンサー、はい、アナウンサーの方がね、離婚して面倒くさかったんですよって言ってたわテレビでな、はいはい、だけどそれは知らんやんけ、そうですね、うん、面倒くさいと思う人間もおりゃ面倒くさいくはないわと、うん、そらそうやろ、一生に一回のことやねんから好きな人とって、うん、ほんだらあ別れたらこんなんなんねんって、うん、そらそうやろって考え方じゃん、ほんま腹の立つボンのくれで、そんなやつらほんまなあ、ほんまに子供のことも考えろ、で結局やるやん、自分はあれ自分はね、うん、家族で、うん、一緒の名前で、そうそうそう、で結局 そいつあの戻ってあのなんか言うてて楽しいとかあなんか結局はお前ほんまにその人好きやったんかって、うん、そやろ、うん、付き合うだけにしとけや、そんなんなあ、めんどくさいやっちゃう、ほんまに、いやもう銀行の口座とかあんなんか全部大変なんです、免許証とか、ほんまにそんな、いやそんなんがめんどくさいから離婚やめとこうって思ってる人もおるやん、まあまあそうですね、もうそれが、うん、ね、春日になってるかも分かれへんやん、はいはい、こうじゃなくても、はいはいはい、うん、でもそれでうまいことね、うん、あのほんまは別れたかも分からんけど、うん、それがあるからって思って、ね、踏みとどまってあの修復してる人らもおるやろ、はい、ほんまに腹も立つええねんもう
でも、あやめさんは、奥さんの名字は何なん？以上。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。